はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではラディア戦記、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ゼノビアの町から、ネクルード城に行きまして、で、そこで盗賊のバルーとね、再会しまして、で、そのままね、バルーが、まあ、パーティーに加わりまして、で、その後、ラルフをね、無事に助け出しまして、で、またゼノビアの町に戻ってね、セーブをしたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、アークという国の騎士団がね、町の西の草原の方にいるということなので、その草原の方にね、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外で装備品を整えまして、ダルスに、木の指輪と絹のローブをね、まあ、買って装備してあるという状況になっております。そしたらまずは宿屋を出まして、西の草原の方に行ってみたいと思います。前回この辺で当選もしていた兵士はもういませんね。で、ヒューポーもね、まあ、多分いなくなってると思うんですけれども、まあこの辺の敵ならばサクッと倒せるかな。で、なんかダルスが無駄にダメージ食らってますね。この辺にいたヒューポーはもういませんね。まあ多分ラルフが話をつけてくれたんでしょう。バルーがレベルが上がったのかな。ここは行き止まり。この草原もね、結構複雑な地形をしてるんですけれども、この敵はなんか初めて見ますね。ブーメランが当たらない。結構硬いですね。落ちてないぞ。ダルス邪魔なんですけど。よ。まあとりあえずずっと西の方かな。橋渡れます？結構ね、仲間が地形に詰まっちゃうことが多いんですよね。よし。今度は橋の東側で敵が出ましたね。攻撃が当たらないぞ。あ、空飛んでる敵ですね。しかも数が多い。まあ各自頑張って戦ってください。肉、結構ね、前回肉いっぱい使いましたからね。また空飛んでるタイプですね。結構数が多いぞ。当たらない。
かな。ん？ボン、サマラのお手だ。サマラのお手って牛なんでしょうかね。くそ、こっちも挟み撃ちか。お、なかなか強いですね。ああ、足が、くそ。サマラの使い豆、こんなところにまで。旅の方、災難でしたな。その鎧、おい、ひょっとすると。助かりました。あなたたちはアークの騎士団の方ですか？私はハーマン、サレジアの騎士団の者だ。なぜ我々をアークの者だと？僕らはゼノビアで話を聞いて。では姫をエルファス村で保護しています。ありがたい。ではその村に行くとしよう。ルシカ、お前は他の者と合流してくれ。はい、ではエルファスで。さあエルファスに戻ろう。ということで、ハーマンがね、まあ、そのまま、まあ、パーティーに加わるわけなんですけれど、ハーマンも戦いになってるかな。ちなみに、サーベルと鉄の鎧で、バルーが、カッターと革の服ですね。さあエルファスに戻ろう。姫、今参ります。では戻りましょうか。ハーマンも魔近接タイプですね。じゃあゴンはこっちの単独行動の敵を狙おうと思ったんですが、右側が片付いてないですね。あれ、道はこっちかな。あまりハーマン交流してくれませんね。まあ攻撃力は高そうですけどね。まあゼノビアには寄らないで、そのままエルファスを目指しましょうか。まあ、ガーッと戻るわけなんですけれど、結構遠いですね。この辺の敵ならばもう一撃かな。この洞窟なんですけれども、コウモリ2体。よし。下側かな。あら、
また戦闘。なんかごちゃごちゃしてますね。待ちたまえ。どうやらこちらが近道のようだけどよ、この大穴をどうするんだ。私に任せてくれ。私は大地を操ることができるのだすごいですね。ではお願いします。さあ行くとしよう。これで近道ができましたね。ここはどこ？確かこっち側で良かったと思うんですけれど。エルファス城ですね。あ、こっちではないな。うん、なかなか立派なお城ですね。まあ、寄っていきましょう。ダメだ。開かないぞ。開きませんでしたね。で、これで、エルファスの村に帰ってきましたね。まずはじゃあ村長に会いに行きましょう。あれ、こっちか。ヤックルのミルクをあげよう。疲れが吹き飛ぶぞ。こいつはうまい。うまいと言いながら別に回復とかはしてないですね。まあ先に村長のところに行きましょう。姫、ご無事でしたか。レフィス、ハーマン、来てくれたのですね。皆さん、助けていただいてありがとう。私はレフィス、アーク王の娘です。飛空艇で落下してきた人はレフィスですね。まあ、バレバレでしたけどね。今、アークは危機に瀕しています。義理の兄のガディスが謀反を起こし、アークを乗っ取ってしまったのです。ガディスはきっとこのレムリアル全てを制圧するつもりです。この世界をどうやって。アークに伝わる聖域ラリアの塔を使うのです。聖域。さあレフィス姫、こちらへ。我々の城へ案内します。お城に移動しちゃいましたね。この城は我々の祖先が建てたもの。しばらくここで身を隠すと良いでしょう。ありがとう。お世話になります。あちらの方は？彼はゴンという名の剣士です。どうやら記憶がないようですが。ゴン。その名はアークの言葉で、光を司る者という意味です。あ、そうですか。ずいぶん立派な名前ですね。あなたは、いえ、何でもありません。ん？おい、ゴン、ちょっと話がある。上に行こうぜ。なんでしょう。告白かな？ゴン、悪いが、俺は、聖なる森の木の行方が気になるんだ。ああ、確かに。サマラは何を企んでいるのか調べないとな。森の木は確かフバートに送られているんだったね。よし、行こう。あれ、ハーマン。ルシカたちが到着した。ここは彼らに任せて行くとしよう。いいのか？姫は分かってくれたよ。さあ行こう。ハーマンがそのまま仲間になりましたね。ではお城の中を調べていきましょう。この国の決まりが一つできたわ。なんだい？旅立ちは笑顔で見送ること。ミーナは誰に惚れちゃってるんでしょうかね。
なんかあります？肉。肉3個。ロドがいますね。君たちはエルファスの英雄だよ。まあそうでもないですけどね。なんか完全に成り行きで動いてるような気がしないでもありませんが。巻物。この巻物は何だろう。違う。巻物。スワプラ。これもよくわかんないんですよね。そしたら、こっちかな？階段に行く前に、このフロアも見ていきましょう。まあ、ちょっとレフィース姫に挨拶していきましょうか。ガリス軍の動きが気になります。どうかお気をつけて。はい。団長、姫様のことは我々にお任せください。お願いします。我々っていうか、まあ一人しかいませんけどね。大丈夫なんでしょうか。ブルーラピス。着付け薬。ブルーラピスって薬かな？違いますね。武器。持てますね。武器ではないか。防具かな。そしたらこっちかな。ガディス軍を倒さなければ真の平和は訪れない。うん。結構兵士いますね。ここの人たちは皆いい人たちだ。我々も守りがいがあるよ。うん、お願いします。皆さんお気をつけて。というか、まあ姫様の周りを警護した方がいいと思うんですけどね。壺。薬草。こっちの階段はどうやって行くんだろう。か。では村の様子を見ていきましょう。牧場はあんまり行っても意味がないか。ヤックルはもう。そしたらミュータのところにでも行ってみますか。ミュータの家はここかな。お、いますね。武器屋に頼まれた品物を作ってるんだ。あ、そうですか。立派な鍛冶屋になったみたいですね。この話は一緒かな。ミーナったらバルーさんのことばかり話すのよ。あ、そうですか。まあ以前助けられましたからね。こっちの人は、
あの子がお姫様とはね、私の王子様は来てくれないのかしら。まあ、待ってるだけじゃ来てくれないのかな。武器屋さんは特に品揃えは変わらないですね。ニュータは昔剣職人だった。平和が続いて廃れていったが、また剣が必要な時代になったんだな。なるほど。まああんまり喜ばしいことではないですね。まあ特に買うものもないかな。この子供は、レフィスは綺麗だし優しいし、まるでお姫様だね。本物のお姫様なんですけどね。まあ、失礼のないようにしてください。そしたら、今回は、このエルファス城でね、成功して終了したいと思います。あ、でもここのセーブポイントだとちょっと遠いかな。あ、違う違う。ベッドはさらに上か。普通に村の宿屋で泊まった方が良かったかな。宿屋というか、村長の家ですね。あれ、ここのベッド使えたかな。ではセーブしましょう。これで OK かな。あれ、パーティーがめちゃめちゃな隊列を組んでおりますが、はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。